イングロリアスバスターズは2009年のアメリカの戦争映画。監督、脚本はクエンティン・タランティーノ、出演はブラッド・ピット、クリストフ・バルツ、メラニー・ロランなど。舞台は第二次世界大戦中のドイツ国防軍占領下のフランス。5章に分けて語られる物語の中心となるのは ドイツ指導者の暗殺を企てる二人の主人公。一方はナチス親衛隊大佐に家族を皆殺しにされたユダヤ系フランス人の女性映画館監視と他方はユダヤ系アメリカ人からなる秘密部隊を率いるアメリカ陸軍中尉であり、女の復讐劇と男たちの戦いは、ドイツのプロパガンダ映画が披露される夜に彼女の劇場が大炎上してクライマックスを迎える。 2009年5月20日、パルムドールを目指して、第62回カンヌ国際映画祭で発表された。ワインスタインカンパニーとユニバーサルピクチャーズの配給で、2009年8月から、アメリカとヨーロッパの映画館で公開された。8月21日に、北米3165館で公開されると、3805万4676ドルを、 火星で週末興行成績第1位となった。最終的に全世界で3億ドル以上を稼ぎ、パルプフィクションの2億1392万8762ドルを超えてタランティーノの監督映画で最大のヒット作となった。第82回アカデミー賞では8部門でノミネートされるなど映画賞も多数獲得した。1941年。 第二次世界大戦中のドイツ軍占領下のフランスの田園地帯。この地に赴任したユダヤハンターの異名を取るナチス親衛隊のランダ大佐は行方不明になっているユダヤ人一家の手がかりを得るために落農家のラパディットを尋問する。床下にその一家がかくまわれていることを突き止めると部下に命じて床板越しにマシンガンで皆殺しにさせるが、 ただ一人、娘の書写名だけは、逃げ出すことに成功する。ランダは、走り去る書写名の背中に向けて、ピストルを構えるが、引き金を引く代わりに、別れの言葉を叫ぶ。1944年春、レインベイ陸軍中尉は、ユダヤ系アメリカ人を8名からなる秘密特殊部隊を、組織していた。レインが、部下に説明する任務とは、市民に紛れて、 敵地奥深くに潜入し、ドイツ人を血祭りにあげることであった。捕虜は取らないという方針のもと、拷問を加えた上で殺害し、レインの祖先でもある、アパッチ族の習わしに習って、各員が100人のドイツ軍兵士から逃避を剥ぐよう、命じる。一方、ドイツ軍の間では、レインの部隊は、バスターズの名前で知れ渡っており、その活躍は生存者を通して、 アドルフ・ヒトラー総統にも伝えられる。ユダヤの熊こと軍曹ドニーは、協力を拒むドイツ軍歌手官を、バットで撲殺する。レインは、唯一の生き残りのドイツ兵の額に、一生消えない、ハーケンクロイツの傷を、ナイフで刻んだ上で解放する。また、バスターズは、ドイツ軍兵士でありながら、 ゲシュタポ症候13名を殺害して監獄に入れられていたスティグリッツを救出して仲間に引き入れる。1944年6月、パリ。諸写名は亡くなったおじ夫妻から経営を引き継いだ身寄りのない裏若き女性映画監修エマニュエルという別人になりすましていた。諸写名に思いを寄せるドイツ軍狙撃兵フレデリックは 彼のイタリア戦線での活躍を、プロパガンダ映画、国家の誇りに仕立て上げた、ヨーゼフ・ゲッベルス宣伝大臣に、書写名を無理やり引き合わせて、映画のプレミア上映会に書写名の劇場を、使用するよう、ゲッベルスを説得する。そのビストロでの会食の場に、書写名の家族を皆殺しにしたランダが現れ、書写名は緊張する。ゲッベルスとの話し合いが済むと、ランダは、 諸者な一人を残らせて、彼女の追い立ちや劇場について尋問するが、最後までエマニュエルが、諸者なだとは気づかない。ランダが立ち去ると、諸者なは極度の緊張から解き放たれ、一人静かかに泣く。家族を殺された復讐に、上映会に集うナチス交換を、ニトロセルロースフィルムを使って、劇場もろとも焼き尽くすことを思いつく。 ドイツ軍及びナチス投降官が一堂に会するプレミア上映会の情報は英軍も掴んでいた。フェネク将軍はドイツ語と映画誌に関能なヒコックス、注意を呼び出し、チャーチル首相もいる場でドイツ人投降ごと劇場を爆破する、気の作戦について説明する。ヒコックスはドイツ語のできるバスターズのメンバーと共に、フランスの田舎町にあるバーをドイツ軍将校に噴して訪れる。 そこで作戦を手引きするドイツ人人気女優でイギリスのスパイでもあるブリジットとランデブーする手はずであったがバーにはその日に限って子供が生まれたドイツ軍兵士とそれ祝う仲間が集っていたブリジットはドイツ軍兵士から息子の誕生祝いにとサインをせがまれるヒコックスはその不自然なドイツ語なまりをドイツ軍兵士に不信がられ さらに飲み物を頼む仕草が決め手となってその場に居合わせたケシュタポのヘルシュトローム少佐にドイツ人ではないことを見破られてしまう。ヒコックスが開き直るとバーのマスターとウェイトレスも巻き込んだ銃撃戦になり足に銃弾を受けながらもブリジットだけが生き残る。ブリジットに裏切られたと思ったレインは近くの動物病院で拷問を加えるが ドイツ軍兵士たちが居合わせたのは単なる偶然だという説明に納得する。さらに、ブリジットは、レインたちに、プレミア上映会にはヒトラーも出席するという、新情報を伝える。ドイツ語ができるメンバーを失ったバスターズは、レイン、ドニー、オマーが、ドイツの同盟国のイタリア人のふりをして、ブリジットを、上映会にエスコートすることを決める。後にバーを捜索したランダは、 ハイヒールとブリジットのサイニーリナプキンを発見する。国家の誇りプレミア上映会に続々とドイツ人交換が集まってくる。警備に当たるランダは疑いをかけるブリジットのイタリア人エスコートたちに感能なイタリア語で話しかける。ランダはブリジットを別室に連れ出して椅子に座らせるとバーで見つけたハイヒールを試着させる。サイズが合うことを確かめたランダは ブリジットに飛びかかり、締め殺す。さらに、ロビーで待つレインと外で待機していたウティビッチを、逮捕して連行すると、無線で、レインの上官と掛け合い、劇場に残るドニーとオーマーに、ナチス交換の暗殺を許す代わりに、ランダの恩給を認めた上で訴追せずに、米国へと亡命させることを飲ませる。劇場ではフレデリックが書写長いる映写室に、押しかけていた。 フレデリックを追い払えないと悟った諸写名は、A 社室のドアに鍵をかけようとしているフレデリックの背中をピストルで撃つ。死んだと思ったフレデリックがうめき声を上げ、諸写名が近づく。フレデリックは最後の力を振り絞って体の向きを変えると諸写名を射殺する。諸写名が事前に編集していた国家の誇りは連合軍へのメッセージを伝えるフレデリックの顔から、 諸写なの大写しへと切り替わり、観客はこれからユダヤ人に殺されると伝える。これを合図に、諸写なの英者技師で、恋人のマルセルが、劇場の出口にボルトをかけて観客が逃げられないように、した上で、スクリーン背後に積まれたフィルムに火を放つ。ドニーとオーマーは、バルコニー席のヒトラーに飲み物を運ぶふりをして、護衛を射殺すると、マシンガンを奪って、ヒトラー、 その場に居合わせた、ゲッベルス。さらには、炎から逃げ窓1階の観客たちを滅多打ちにする。最後は、ドニーとオーマーが仕掛けた爆弾が爆発して、全員が死ぬ。レインらを乗せたトラックで米軍の支配地域まで、たどり着いたランダは、事前の打ち合わせ通り、レインに投降する。銃とナイフを受け取ったレインはその場で、ランダの通信兵を射殺し、ウティビッチに頭皮を剥ぐ。 よう命令する。混乱して怒鳴るランダ。レインはランダに、アメリカでは、ナチスの軍服を脱いで、ナチスだとわからないようにして暮らすつもりなんだろう、と尋ねる。映画はレインがランダを押さえつけて、ナイフで額に、針十字を刻み、ウティビッチに語りかけるシーンで終わる。どうだい、ウティビッチ、こりゃ断ツで最高傑作だ。イーライロス、メラニーロラン。 プロデューサーのローレンス・ベンダー書写な役のメラニー・ロラン2009年カンヌ映画祭に出席するキャストとスタッフ。クエンティン・タランティーノ・タランティーノは1978年のイタリア映画地獄のバスターズに刺激されて脚本を書き始めたが完成した映画は復讐劇の中に様々な映画へのオマージュを忍び込ませたものとなった。 イングロリアス・バスターズの原点は1998年に遡る。タランティーノは映画のために脚本を書き始めたが、エンディングをどうするかに頭を悩ませ、一旦は制作から離れて二部作のキルビルの監督を始めた。2007年にデスプルーフ・イン・グラインドハウスを取り終わったタランティーノは、イングロリアス・バスターズの仕事を再開する。 この映画は2008年10月に制作がスタートし、7000万ドルの予算が組まれて、ドイツとフランスで撮影された。クエンティン・タランティーノは、イングロリアス・バスターズの脚本執筆に10年以上を費やした。主演したピットによると、タランティーノが脚本を書いていることは、公開8年前からハリウッドでは神話になっていたという。タランティーノはインタビューで、 エピソードにちょっと凝りすぎたと語り、ストーリーが広がり、長くなりすぎたせいだとその理由を説明した。タランティーノは、脚本の執筆を通して映画が、傑作になると感じており、今まで書いた中で、最高のものになるだろうと考えていた。タランティーノによると、脚本を小立てしたおかげで、異なるタイプの映画のタッチを、イングロリアスバスターズという一本の映画に詰め込む。 ことが容易になったという。第1章と第2章はマカロニウエスタン。第3章ではフランス映画やエルンストルビッチの生きるべきか死ぬべきかのようなタッチがあり、第4章と第5章は特攻大作戦のような1960年代中盤の戦争アクションっぽくなっていると語った。映画公開を控えたインタビューでは、イングロリアスバスターズとは俺が作る。 特攻大作戦とか、あらわしの要塞、ナバロンの要塞みたいな作品だとも答えている。また、彼の作品の特徴とは、観客が思いもよらないところで笑うことであり、そのことを狙って映画作りをしていると語った。イングロリアス・バスターズとは、名誉なき野郎どもの意であり、その設定は、タランティーノ独自のものである。タランティーノは、 地獄の目視録の脚本を手掛けたジョン・ミリアスに尋ねるなどしたが、バスターズのような舞台が実在したかどうかはわからなかったという。映画では、書写ナとランダが向き合って食事するシーンなど、緊迫するシーンが最後まで随所に見られるが、タランティーノは、こんなに緊張が続く作品は初めて、ヒッチコック的だと思うとコメントした。どうにかして、実際に、 そっくりな場所を見つけるつもりです。スペインを舞台にしたマカロニウエスタンで使うような誰もいない土地。アメリカ人の兵士とフランス人の農民とレジスタンス、それにドイツの占領軍を出して誰もいない不毛の土地みたいなところで取りたい。まさに自分にとってのマカロニウエスタンになるだろうけど、第二次世界大戦ものに特徴的な要素だってちゃんとある。でも、 細かいことにこだわって映画を型にはめるつもりはない。音楽にはエディット・ピアフやアンドリュー・シスターズみたいなのばかり使うつもりはない。ラップだって使うことはできるし、使いたかったらなんだって使っていいんだ。お腹に何を詰めるかってことさ。クエンティン・タランティのイングロリアス・バスターズは何種類かの異なる形態での映像化が検討され、脚本は何度も書き直された。 この間、タランティーノは映画化に何度も言及している。2002年には、イングロリアス・バスターズが予定よりも長くなってしまうことや、何人もの監督たちが第二次世界大戦をテーマにした作品にすでに取り掛かっていることに悩まされていると答えた。2003年には、イングロリアス・バスターズとは、処刑される直前に生き延びるチャンスを与えられた第二次。 世界大戦の軍人たちの物語であり、第二次世界大戦という一大事に投げ込まれた、今までにあったような普通のヒーローものではないとだけ、その構想を明らかにした。2003年の別のインタビューでは、ほぼ完成したと言って良い脚本を3本も執筆し、しかもそれらは、今まで書いた中で、最高の出来のものであったにもかかわらず、エンディングが一つも思い浮かばないと答えている。 結局、イングロリアス・バスターズは諦め、二部作の、キルビルの監督業に専念することになった。キルビルを取り終えた2004年11月のインタビューでは、イングロリアス・バスターズは、脚本が長くなりすぎているために、キルビル同様、二部作に仕立てることを検討しており、その前に、北京好みのカンフー映画というもっと小さな作品を、やりたいと答えている。 この計画も頓挫した2005年のインタビューでは、その代わりに一部を監督することになった、グラインドハウスを完成させた後に、イングロリアスバスターズに取り掛かることになるだろうと、答えている。2008年、グラインドハウスを完成させたタランティーノは、下書き段階にあった、最初の構想に戻り、それを全部で12時間程度のテレビシリーズに、作り変えることを思いついた。 この考えを改めさせたのは、リュック・ベッソンの、君は、私を、映画館に向かわせる数少ない監督の一人なのに、次の映画まで5年はお預けだなんてがっかり、という一言であった。物語を練り直し、パルプフィクションの脚本を、長さの目安にしながら、脚本を縮めていった。映画終盤の書写名が発火しやすい可燃性の、 ニトロセルロース製映画フィルムで劇場を炎上させるシーンを思いついたのもこの時期であり、比喩としてではなく文字通り映画が第三帝国を打倒する様を映像化できることに興奮したという。結果的に最も大きな影響を受けたのは、ナチのせいで母国を離れざるを得なかった監督たちがハリウッドで撮った映画。彼らはナチの脅威を身をもって知りつつも、 観客をワクワクさせる描写を忘れなかった。娯楽性に富んだ第二次世界大戦映画は80年代以降少なくなったけれど、かつての映画が僕をバックアップしてくれたんだ。クエンティン・タランティのタイトルは1978年のエンツォ・ジー・カステラーリの監督作品である戦争映画地獄のバスターズにインスパイアされたものである。 カンヌ映画祭の記者会見で映画のタイトルの綴りについて聞かれたタランティーノは説明するつもりは全くないと答えた。それでも追及されると、イングロリアスの最初の言うについては説明せずに、バスターズ発音するときはバスターズって言うだろうとだけ答えた。タイトルの綴り間違いについてはバスキア風タッチ、クエンティン・タランティーノ風の綴りなどとコメントしたこともある。 映画祭でのイングロリアスバスターズ上映後にポスターにサインするカステラリ・タランティーノはハンスランダ役にはもともとレオナルド・ディカプリオを希望していたがその後さらに年上のドイツ人俳優を起用することを決めた最終的にこの役はオーストリア人のクリストフ・バルツが演じることになったタランティーノは脚本を書きながらランダが完璧でないと妥協になると思っていたが ある日、オーディション会場にバルツが入ってきたという。自分の映画に出てくれとバルツに頼んだところ、演じられるような役じゃないと不安がられたという。脚本を書き始めた当時、タランティーノは演技にも力を入れようとしており、アルドレイン中役を自分で演じることも検討していた。結局、ブラッド・ピットが演じることになったが、レインの顎がしゃくれ気味なのはタランティーノを意識した。 役作りかもしれないとコメントしたことがある。ピットとタランティーノは長年一緒に仕事がしたいと言っていたが良い企画に恵まれなかった。タランティーノはイングロリアスバスターズの脚本を半分ほど完成させた頃レイン役にピットを起用することを思いついた。脚本をすべて書き終えた頃にはピットならばすごいことになると考えるようになり、 代理人と連絡を取って出演可能かどうかを紹介した。ピットが演じたレイン注イが映画の最後でつぶやくセリフは作品に対する監督自身のコメントだと解釈されている。タランティーノはドニード・ドノーイッツ役にはアダム・サンドラーを起用しようとしたがサンドラーがコメディ映画の素敵な人生の終わり方に出演するためスケジュールが合わず断られた。そこで 大役には、イーライ・ロスが当てられた。ロスは、劇中映画、国家の誇りの監督も行い、同映画には300人のエキストラが使用された。タランティーノは、アーチー・ヒコックス注役にサイモン・ペッグを考えて、いたが、スティーブン・スピルバーグの、淡々の冒険、ユニコーン号の秘密にも出演するため、スケジュール管理が難航し、参加は見送られた。そのため、 アイルランド人俳優のマイケル・ファスベンダーと交渉を行い2008年8月にヒコックス役に決定した8月中にはアメリカのテレビドラマザ・オフィスに出演し脚本も書いていた BJ のバクも華奢なニューヨーク生まれの軍人であるビルヘルム・ビッキ役に決定したタランティーノは ブリジット・フォン・ハマーシュマルク役のために、マスター・シャキンスキーに声をかけ、ドイツにまで会いに行ったが、交渉は成立しなかった。そのため、代わりにダイアン・クルーガーが呼ばれた。ロッド・テイラーは、俳優業を事実上引退していて、代理人ともすでに契約していなかったが、タランティーノのオファーを受けて、ウィンストン・チャーチル役でこの映画に出演した。テイラーは、役作りのために、 チャーチルの登場シーンのある DVD を大量に集め、チャーチルの姿勢や身振り、舌がもつれたような声を研究した。タランティーノとの話し合いでは、テイラーは当初イギリス人俳優のアルバート・フィニーを起用するよう勧めていたが、タランティーノの情熱にほだされて自分が出演することを決めたという。英軍の将軍役で数分間だけ出演した、マイク・マイヤーズは自身がタランティーノと、 第二次世界大戦もの,の熱狂的ファンであり、両親とも退役軍人であるということもあり、映画に出演できないかと問い合わせた。インタビューで役柄の鉛について聞かれたマイヤーズは、イギリスの標準的な発音と将校の喋り方を合わせたようなものだが、その声のトーンから、この戦争には飽き飽きで終わらせる奴がいたら、大したもの。 自分の国が荒れ果てているんだからという態度が伝わるはずだと答えた。自身の監督作品地獄のバスターズにナツスの将軍として亀を出演したエンツォ・カステラリはタランティーノのイングロリアス・バスターズでも同じく将軍役で亀を出演したが役柄の階級と所属する親衛隊組織は異なる。同じくカステラリの 地獄のバスターズに出演したボース・ベンソンも本編で亀を出演したが DVD に全編が収められている劇中映画国家の誇りの方がもっとよく演技を鑑賞することができる。タランティーノの映画に出演したことのあるサミュエル・エル・ジャクソンとハーベイ・カイテルはこの映画ではそれぞれナレーターと OSS の指揮官として声だけの短い出演を果たした。 クロリスリーチマンとマギーちゃんにはそれぞれ、ヒメルスタイン夫人、ミミル夫人という役柄が与えられていたが、上映時間が長くなりすぎたために完成した映画では、カットされた。スタジオバーベルスベルクワインスタインカンパニーとチームを組んだタランティーノは、予定通り制作準備に入った。2008年7月、タランティーノとエグゼクティブプロデューサーのハーベイト、 ワインスタインは2009年のバルムドールを競うことになるカンヌ映画祭に公開が間に合うようにスケジュールを繰り上げた。タランティーノによると撮影期間が短かったせいでかえって強烈なエネルギーを内包する作品に仕上がったという。ドイツとフランスがロケ地として抑えられ2008年にドイツで本撮影が始まった。 撮影開始予定日は2008年10月13日であったが実際にはその前の週にスタートした特殊効果を担当したのは KNBFX とグレゴリー・ニコテロで映画の大部分はドイツのポツダムにあるバーベルスベルクスタジオで撮影編集されたがチェコとの国境にほど近い小さな保養地であるバートシャンダウも使われた イーライロスは映画館が燃えるシーンで灰になりかけたと証言した。炎は摂氏400度で燃えるように設定されていたが、実際には摂氏1200度まで上昇し、予定とは異なりハーケンクロイツも焼け落ちてしまった。ロスによると固定してあった鉄のケーブルが熱で溶解したのだという。タランティーノは70年代のカースタントを見た後で、 CG を見てもすごいと思わないとして、CG を使用せずに、火災シーンなどすべてをリアルに描きたかったと述べた。カンヌでの上映後、タランティーノは6月に映画を再編集すると述べた。カンヌでの初披露に合わせるために生じた、未完成シーンを映画公開前に整理して仕上げるためであった。2009年6月、映画の北米用宣伝広告費用を捻出できない。 ことが危ぶまれるほどに資金繰りが悪化した、ワインスタインカンパニーは、ユニバーサル・ピクチャーズと交渉を行い、映画を共同出資すること、ユニバーサルが国際配給を行うことなどで合意した。タランティーノは当初、作曲には、ニオモリコーネを起用したいと考えていた。しかし、モリコーネは、完成が急がれていたジュゼッペ・トルナ・トーレの、シチリア。シチリア。 の作曲に追われており、不可能であった。実際には、タランティーノは、モリコーネ作曲による発曲を映画で使用し、そのうち音曲は CD に収められている。映画冒頭で使用された、主題曲は、フォークバラードの、遥かなる、アラモであり、ディミトリ・ティオムキンとポール・フランシス・ウェブスター作曲による1960年の、映画、アラモで使用されたものである。タランティーノは、 アラモを見たことがなかったが、カンフー映画の音楽として親しんでおり、新宿のレコード店で買い込んだドーナツ版に入っていた曲でもある。パリのビストロの場面で流れる、荒野の一ドル銀貨も東京で買って気に入ったアルバムから選んだ。サウンドトラックには、マカロニウエスタン、リズムブルース、1982年の映画、キャットピープルのデビッドボーイによる主題曲など、 様々なジャンルの曲が使用された。CD には映画からのセリフ集は収録されておらず、これはタランティーノ映画のサウンドトラック CD としては初めてのことである。脚本の最終稿が完成するとインターネットに漏洩し、いくつかのタランティーノのファンサイトでレビューや脚本からの抜粋が掲載された。2009年2月10日、最初のティーザー予告編前編が エンターテイメントトゥナイトで披露され、その翌週からは、全米の映画館で、13日の金曜日の前に、上映されるようになった。その予告編とは、アルドレイン注意が、バスターズのメンバーに、油断したナチ軍人を待ち伏せにして、拷問し殺害した上で頭皮を剥ぎ取るなどと任務の説明を行っているシーンであり、それに、様々な場面からのカットが織り混ぜられたものであった。 また、映画のタイトル候補にもなった。その昔ナ夏ス占領下フランスでという、マカロニウエスタン風のコピーや、映画本編で使用されることのなかったセリフ、バスターズの任務に終わりはないというコピーも、使用されている。2009年8月19日、英国とフランスで、さらにその2日後の21日には米国で、それぞれ映画が公開された。ドイツでは20日に公開された。 一方、ヨーロッパの映画館の中には8月15日から試写を始めたところもあった。日本での公開日は2009年11月20日となった。ポーランドでは宣伝用や DVD パッケージの図版はそのままであったが、ナチの印章が王の文字に当てはまるよう、タイトルは畜語訳ではないベッカーティー・ボイニーと翻訳された。ドイツでは、 ナチの知る師匠を表示することが制限されているため、ユニバーサルスタジオは、ドイツの映画宣伝サイトに検閲を加えた。タイトルからハーケンクロイツは取り除かれ、鉄棒のハーケンクロイツには、銃弾で穴が開けられた。ダウンロードセクションからは、ハーケンクロイツが公然と使用されている壁紙が削除された。 宣伝用ポスターや壁紙に、ナチの印章を使用することは許されないが、ドイツの法律に従えば、このような制限は、芸術作品には適用されないので、映画自体は検閲されていない。2009年11月、試写会に出席するため監督のタランティーノと主演のピットが訪日し、スマップスマップに出演するなど、映画の宣伝活動を行った。また、 洋画の面白さに目を向けてもらうために2009年11月20日から11月23日の4日間本作を見てつまらないと感じて上映開始後1時間以内に退席した観客には鑑賞料金を返却するという面白さ足らんかったら全額返金にしバスターズキャンペーンが約300巻の劇場で行われた企画者は監督のタランティーノと日本の配給会社の 投票等は、タランティーノは、つまらないと思った人は出て行ってください。残った皆で楽しくやろうじゃないかと語った。毎日新聞の記者が訪れた、新宿の映画館では、返金を求めた観客は一人も出なかったという。クリストフ・バルツ8月21日に、全米3165館で公開され、3805万4676ドルを、 叩き出し、週末工業成績第1位となった。日本では、公開第1週目で、週末工業成績第5位、第2週目で第4位、第3週目で第7位となった。最終的に、全世界で3億ドル以上を稼ぎ、パルプフィクションの2億1392万8762ドルを超えて、クエンティン・タランティーノの監督映画で最大のヒット作となった。 レビューサイトのロッテントマトズでは255件のレビューを集め89、89%の支持を得て、平均点は10点満点中7.6だった。特にクリストフ・バルツの演技が評価され、第82回アカデミー賞助演男優賞第62回カンヌ国際映画祭男優賞をはじめとする様々な賞を獲得した。 日本の映画雑誌が選んだ2009年度外国映画ベスト10では映画秘宝が第1位にスクリーンが第5位にキネマ旬報が第10位にそれぞれ選んだ映画館スタッフの投票で選ばれる映画館大賞2010では第9位となった映画ライターの大西美希と竜博子は2009年の下半期ベスト5の一つに本作を選んだ 映画評論家の西村雄一郎は2009年外国映画の第4位に選んだ。作家の藤野香織は本作は戦争映画というよりも映画好きによる映画好きのための痛快で明るい娯楽映画であり退屈する瞬間などないので上映時間の長さは気にならないと述べた。読売新聞の女安子は史実を超越した結末と突き抜ける快感のある娯楽作であるが、 見終わった後に、その高揚感が続かず着地点がぼやけてしまった、と評した。東京新聞の小田克也は、暴力、笑い、恋愛など、映画に、多くの要素を取り込みながらも物語が破綻しておらず、タランティーノはサスペンスが作れないという全評判を、吹き飛ばしたと評した。東京新聞の大谷博士は、タランティーノが史実を、 国面もなく脚色してうまくエンターテインメントに仕上げたと評した。世界的な大ヒットとは裏腹に日本での興行成績は振るわなかったが複数の論者が過激な暴力描写をその理由に挙げている。映画ジャーナリストの大高幸雄は本作を2009年外国映画ベスト3の一つに選びつつも日本での公開第1週目の興行成績が キルビルボリューム1には遠く及ばないとして、破天荒な内容と R-15 指定の暴力描写が日本人の今の体質には合わないようだと推察した。北海道で映画館を経営している菅原和弘は少しグロがきつかったせいで日本の映画ファンに受けなかったのは残念だとした。韓国でも映画評論家による評価は高かったが、興行は振るわなかった。 ありがとうございます。